ヤッホー、ケイカです。おはようございます。もう食べ始めてるんだけど見えるかな。美味しそう。おお、いいね。ワッフル、いただきます。外国語でいただきますってないのかな。まずいただきますっていう文化がない。ちょっとそれ寂しいね。手で食べるスタイル。いただきます。うん、おいしい。今日はマニラ湾の方に行って歴史系に触れたいと思います。あのチャペル見に行って、あと美術館にも行こうと思う。最初ね、水族館に行こうとしたんだけど、なんか口コミとか見てるとあんまそうだったし、そっちより美術館とか博物館の方が興味あったから。おっとね。じゃあ準備もできたので、フィリピン国立美術館に行ってきます。だからよ。なんか絵もさ、一つ一つ素晴らしいけどさ、飾り方が日本と違くない？しかもすごいラフな美術館な感覚になっちゃう。またこの部屋も全然雰囲気が違うね。キリストがすごいな。フィリピン人の9割がキリスト教なんだって。わかった、床がこんな柄やからこのポップさ。ねえ、わからんね。いいとこれ。さやちゃん選んで大丈夫？今からサンチャゴってところに歩いて20分くらいかけて行くんだけど、なんか距離よりもさ、わからん道やから余計疲れるね。もうヘトヘト。宮崎の1ヶ月分ぐらいをこっちの1週間で歩いてるような気がする。これなのね。あー、ほんとだ。ちょっと休憩する？疲れた。なんでこんな汚いっちゃろ。もういただいてますけど。このソースちょっと挑戦してみていい？美術館はね、日本と全然雰囲気が違った。置いてある絵も違うし、雰囲気やねん、なんやろな、すごいラフな感じやった。いいも悪いも日本にはないようなラフさがあったから、こういろいろ話しながら、あ、これはだね、こうだねとかって言いながら回れたりとか、もちろん動画撮れたっていうのもあるんだけど、逆にあんま集中できんかったのはある。くない？
ねえ、なんかそわそわしながら、なんかああ人来たし行こうみたいな感じでバタバタしてた感じかな。まあ、でも世界中の美容室じゃない、美術館だったり博物館だったり行ってみたいなと思いました。このフィリピン行きは行く1ヶ月前くらいだったかな、1ヶ月もないくらいで、おフィリピン行こうって言って行くことになったんだけど、さえちゃんとは小中一緒なのね。だからもう10年以上 16? やば、の付き合いなんだけど、そんなさえちゃんとまさか一緒にフィリピンの街を歩いてるのかとか、ふとそう思うと感慨深いなとか思ったり、もっともっと行きたいなとも思うし、こう実際来てからじゃないと感じられないことすっごいあると思うんやわ。なんかね、ケイカも行く前にちゃんと調べておけばよかったなと思うんだけど、帰ってきてこうどんな歴史があったんかなと思って調べてみたら、すっごい悲しいことがあった場所みたいなのね。その悲しいことっていうのが、日本人がまとめられざね、その悲しい残酷な事実とかを知るとちょっと胸が痛いなと思って、しかもそれをさ日本人とか多分習ってないと思うのよ。だから日本軍がしたことを隠してるのか、なんて言えばいいんだろうな、今そういう歴史に興味があったりとかお勉強してる人とかはちょっと一回見てみてこんなさ浅くてさ全然知らないのに、今日行ってみてなんか感じたことだったり自分調べてみたことでもう胸がああってなってるから、もっと興味ある人はすごく経過以上に感じることもいっぱいあると思うから、ぜひ現地に行くことはすっごい大切なことだと思うし、もっとハッピーなことも知れるかもしれないし、ああこういう世界があるんだとか、ああやっぱこういうところ日本はいいなって思うかもしれんから、まあ思いたければの話なんだけど投げやり急に、まあそんな感じ。皆さんはどんな一日でしたか？コメントで教えてください。じゃあバイバーイ、おやすみ。